皆さんこんにちは。敦子ストロンゲストです。今回ご紹介する本ははい、こちらです。ワークマン式市内経営土屋です哲夫さんです。で、この方はですね。まあ、おじさまがその経営するワークマンにまあ、呼ばれて入社するわけです。けれどもまあ、何もしなくていいというあのオフレで入ったんですね。 でですね、まあ、何もしなくていいからっていうことではないんですけれども、まあ、その会社をじっくり見て、まあ、その方向性を決めろそのようなことだと思うんですけれどもでですねそのワークマンでその大事にされているその参加条というのをちょっと読み上げます。とですね社員のストレスになることはしないワークマンらしくないことはしない価値を生まない無駄なことはしない。 でこれがまあ市内経営のまあ3要素ということでまあですね、まあ、この今そうですね2021年のまあ春なんですけれども、まあ、ワークマンは本当売れに売れているわけなんですね。でこちらはですね、まあ、業界が作業服というまあニッチで なところもあるんですけれども、やはりですね、あの無駄をそあの無駄なことをしないことによって、まあ、逆にその企業が良くなるということはあの意外とよくあることのようですので、まあ、自分のやってることに置き換えてですね、あのこの本を読むとすごく納得します。皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。 はい。今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、あの、とてもためになる本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。